大川ソは、哺乳を猫目いたちか大川ソ族に分類される、食肉類。本種のみで大川ソ族を構成する。エクアドル東部、コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビアパラグアイ、ブラジル南部アルゼンチン、ウルグアイ体長85から140センチメートル。お長33から100センチメートル。体重オス26から34キログラム。 目図20から26キログラム。尾は大型で、幅広く扁平。全身は0.24センチメートルの短い体毛で、密に覆われる。鼻面や上唇、下顎から胸部にかけて白や、紅白色の半門や半点が入る。目と尾孔は大型で、同時に水面に出せる位置にある。粉嘆にある、板状の皮膚は、体毛で覆われる。列は、が、上下6本。 剣士が上下2本、小球歯が上下8本、下格6本、大球歯が上あ52本、下格4本と、計34本の葉を持つ。指跡の先端まで水かきが発達する。指跡にはカギ爪が発達する。出産直後の幼獣は、体重約0 2ラム。乳頭の数は4。流れの緩やかな大型河川、湿原などに生息する。中高性。 雨季になると寒水林に産卵のために集まる魚類を求めて移動し行動域も拡大する。主にペアとそのよう10からなる4から10頭の群れを形成して生活する。よく鳴き声を上げ9種類の鳴き声を使い分けていると考えられている。水辺の開けた場所に1.2から1.8メートルの長さがある寝床とトンネルからなる巣穴を作る。植生は 動物食で主に魚類、甲殻類などを食べる。時に集団で小型のワニを襲うこともある。獲物は口で捕らえ、肘を水底につけて獲物を前足で押さえながら頭部から食べる。小型の獲物は水中で捕食するが大型の獲物は陸上に上げてから食べる。繁殖形態は体制。妊娠期間は65から70日。 ガイアナの個体群は8の10月に1回に1から6頭の幼獣を生む。幼獣は生後30日で海岸し、生後3から4ヶ月で硬い食物も食べ始める。生後2年で生成熟する。毛皮目的の乱獲により生息数は激減している。1960年代にブラジルから輸出された本種の毛皮は2万枚に達する。 ブラジルでは1970年代に法的に毛皮取引が禁止されたが密漁されることもある。ありがとうございます。